こんにちは、大場声楽院のファームです。今日はスピーチのイントロについて話をしたいと思います。スピーチとエッセイのフォーマットっていうのは基本的に同じですよね。イントロを言って、ボディに入って、で最後コンクルージョン。だけど、スピーチをするときはエッセイを書くときのようにイントロにこだわらなくてもいいんですよね。ただ、みんながみんなイントロに時間をかけなくていいのかって言ったら、それは違うと思うんですよね。イントロには時間をかけないといけない人とかけなくてもいい人がいるんですよね。じゃあ、イントロにはどういう人が時間をかけるべきでないか。イントロに時間をかけるべきでない人っていうのは、話の前置きが長い人。やっぱり話の前置きが長いと2分間の中でイントロ、ボディ1、ボディ2、でそれからコンクルージョン、これを全部2分の制限時間の中に言えないじゃないですか。だからやっぱり話の前置きが長い人っていうのはイントロをもっと簡潔にするべきだと思うんですよね。でなんで話の前置きが長いのか、ここには2つのパターンがあると思うんですよ。まず1つはその自分の言いたい意見とか主張がはっきりしてるけど長くなってしまっているっていう人と、自分の意見がわからないから考えながら話しているうちに長くなってしまう、この2パターンがあると思うんですね。考えながら話してる人っていうのは、例えば Do you think we can achieve gender equality? っていう問題があったら、まずなんかその問題をもう一度自分で口にしてから考えながら、まあ話すんですよね。だけどやっぱりこのやり方だったらいつまでだっても本題に入れなくなるんで、やっぱり最初に簡潔に結論を言う方がいいですよね。男女平等を達成できると思うのであれば、 I believe we can achieve gender equality and I have two reasons to support my argument. First, blah blah blah. Second, blah blah blah. っていう感じでもう簡潔に言えるように、まあ、頑張ってほしいんですよね。で、最初から自分の意見がはっきりしている人っていうのは、練習をすればこれを直せることができるんですけど、自分の主張もよく分かっていない人っていうのは、やっぱりその知識不足なんで、やっぱりその知識とか理解をもっと深めることもしていかないといけないと思うんですよね。で、人によっては冒頭そんな簡潔にしてもいいのかってちょっとこう心配になる人もいると思うんですけど、スピーチっていうのはエッセイと違ってパフォーマンスの側面もあるので、イントロが簡潔でもちゃんとはっきりと力説したら、それで相手に自分のポジションが明確に伝わると思うので、気にしなくても僕は全然大丈夫だと思います。じゃあ次、イントロに時間をかけるべき人っていうのはどういうタイプかって言ったら、トピックセンテンスをちゃんと言えない人。トピックセンテンスっていうのはボディパラグラフの一番最初のセンテンスですね。だからそのセンテンスっていうのは、それ自体が結論とか、そのパラグラフのこれから言いたいことのそのまとめになってないといけないんですね。で、やっぱりスピーチをするときはエッセイを書くときと違って時間がないので、トピックセンテンスっていうのは別に凝ったセンテンスじゃなくても大丈夫だと思うんですよ。なんか例えば First, education can change the world. これだったらはっきりとした主張とか根拠になってますよね。でもしここまでその即興ではっきり言うのが難しいのであれば、例えば The first reason is education とかキーワードを入れた方がいいですよね。で、The first reason is education だったら、教育っていうのはどのような理由になっているのかははっきりしないけど、教育が大きなファクターになっているってことは相手にはっきりと伝わると思うんですよね。だけど相手に伝わりにくいのは具体例で話を始める場合ですよね。例えば、First, there was an incident in Japan. これだったら何か分かんないんですよね。日本で、まあなんか事件があったっていうのは分かるんですけど、これって主張とか根拠になってないじゃないですか。で、こういうふうに話が始まる場合は、大体なんか日本でこういう事件が起きました。みんながこれこれこういうことを学んで、みんながこれこれこういうことができるようになりました。だから A は B を変えることができます。結局、この最後の最後まで話を聞かないと、その人の結論が何なのかっていうのが分からないんですね。だから、その A が B を変えましたっていうのが、本当は一番最初に来ないといけないんですね。だから、First, A can change B って言わないといけないんですよね。もしそんな先まで考えて話すなんて難しいって思うのであれば、まあ、せめて、The first reason is A でもいいじゃないですか。だからこうやって具体例から話を始める人っていうのは結論が後に後に来るんですね。で、イントロでポジションが相手にはっきりと伝わってなかったら、
もうこのスピーチ全体相手に伝わらないんですよね。なんでかって言ったら賛成の立場なのか反対の立場なのか最後の最後まで聞かないとわからないし、特に具体例2つあったとするじゃないですか。で、その具体例の2つに全く接点がなかったら聞いてる方混乱するんで、トピックセンテンスをうまく言えない人っていうのはイントロでしっかり自分の主張が何なのかっていうのを説明するのに時間をかけた方がいいんですよね。じゃあ今日のまとめ言いますね。まずイントロには時間をかけるべき人と時間をかけるべきでない人がいます。で、イントロに時間をかけるべきでない人っていうのは話の前置きが長い人で、逆にイントロに時間をかけるべき人っていうのはトピックセンテンスをうまく言えない人。これを意識してみんなも頑張ってみてください。それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。